今ですね、リトアニアのビリニュスにいます。ビリニュスですね。で、今旧市街のあたりにいるんですよね。空中レストラン、空中レストランで今あります。ゴンドラですね、このクレーンによってね、ランダムに上げられていくんですけど、人々がですね、ここの上でですね、レストランで、食事とシャンペーンを楽しむ感じです。で、中にはその、周りの人々の周りの中ですね、中にはですね、まあ、スタッフが一人いるんですけどね、まあ、そこでサービスしてくれます。で、大体この滞在時間というのも大体1時間ぐらいです。1時間ですね。で、1時間、経った後ですね、食事終わって飲み終わった後にまた下にこちらに戻ってくる感じです。結構上まで上がるんですけどね。で、この旧市街の景色は楽しめる感じです。まあ、旧市街綺麗なんですけど、まあ、ちょっとあいにく曇っちゃってね、天気はあんまり良くないですけどね、晴れてた方がいいんですけどですね、まあ、こんな感じです。まあ、下から見るの、上から見るのと全然やっぱ違いますね。こちらが視聴者